野口秀世、野口秀世、野口秀夫、1876年、明治9年11月9日から1928年、昭和3年5月21日は、日本の医師、細菌学者。A 点は、聖母医、訓二当局実、重光明。学位は、医学博士、京都大学、理学博士、東京大学。称号は、ブラウン大学名誉理学博士、 イエール大学名誉理学博士、パリ大学名誉医学博士、サンマルコス大学名誉教授、名誉医学博士、エクアドル共和国陸軍名誉軍医官、名誉大佐、キリスト社、福島県山郡カズ村、現、山郡稲和城町出身、高等小学校を卒業して上京し、再生学者、日本医科大学の前身に通い、医術開業試験に合格して、医師となった。 渡米して、ペンシルベニア大学医学部の助手の職につき、研究者としての名声を得てから、ロックフェラー医学研究所研究員となった。主に細菌学の研究に従事し、黄熱病や梅毒の研究で知られる。数々の論文を発表し、ノーベル生理学、医学賞の受賞候補に3度名前が挙がったが、黄熱病の研究中に、自身も罹患し、1928年、 昭和3年5月21日、英霊ゴールドコースと、現在のガーナ共和のアクラで51歳で死去。妻はメディーロレッタダージス。ヒデイオは貧しい農家に生まれ、1歳で左手に大やけどを負った、ハンディキャップを克服して、ほぼ独学のみで医師となり、さらには細菌学者として世界的な名声を得た。21世紀の現在に至るまで、 日本では子供向けの偉人伝が多数刊行され続けており医学研究者としては非常に知名度が高い。2004年より発行されている日本銀行券の E5 千円札の肖像になっている。趣味は何は説、将棋、囲碁、油絵であった。ニューヨーク州には秀代自身が設計した別荘があり油絵の多くはここで描かれた画家でもある。 堀一郎に指示。アメリカ合衆国ニューヨークにあるロックフェラー大学の図書館入り口にはロックフェラーとロシア人彫刻家カニョンコフが制作した秀代の胸像がある。この胸像はロックフェラー財団からの贈呈により福島県の稲わし町にある野口秀デ記念館と東京都にある野口秀デ記念会館にも設置されている。また長野県佐久市にある 河村五蔵記念館には、長祖家、河村五蔵が制作した、秀代の郷像がある。さらに東京、上野恩賜公園の国立科学博物館前にも、栄誉の銅像がある。秀代は、細菌学の研究者として著名であるが、研究スタイルは膨大な実験から得られる、データ収集を重視した実践派といえる。想定される実験パターンをすべて完璧に実行し、 なおかつその作業は、驚異的なスピードと、正確さを持って行われた。この得意な研究姿勢から、当時のアメリカ医学会では、栄誉を指して、実験マシーン、日本人は、睡眠を取らないなどと、やゆす声もあったという。この評価は、秀代本人も少なからず、気にしていたようで、栄誉は、晩年になってから同僚に、自分のような古いスタイルの研究者は、不要になる時代が、 もうすぐ来るだろうと語いたと伝えられている。1919年春、訪米した知人の医師、畑吉美劇に十分とは言えない段階の論文であっても研究所にせ化され、結果、発表したものが賞賛されて責任が押しかかり、内心、軸自たる気持ちになるが、その賞賛の声を発粉材料に研究に打ち込むといった胸を明かしている。現在でも評価が高い研究は、 顕微鏡観察による病理学、血清学的研究である。栄誉の最初の業績は、邪毒によって引き起こされた溶血性変化に関するもので、血管の内皮にもたらされた障害により出血と不腫が引き起こされる機構についての最初の詳細な病理学的記述である。これは、その後のガラガラヘビ邪毒の血清をヤギで作成することの基礎研究につながった。 細菌学の分野では、梅毒スピロヘータを、運動失調症、関節障害に至る、末期神経梅毒患者、脊髄老の脳標本で発見したことが著名である、抗生剤の大量投与が必要であり、多発性硬化症、脊髄変性症との鑑別が重要である。当時の顕微鏡で、数万枚にも及ぶ、病理組織標本の観察により確認に至ったもので、 神経性疾患と感染症との関連を明らかにした最初期の業績とて評価が特に高い。1920年代、精神科病等での入院患者の半数が第3期以降の梅毒患者であり、その原因を明らかにしたことが評価される。また、刺し鳥梅により媒介されるペルーイボ。 死死に数センチに達する異母ができると溶血性診血による重篤な症状をきたす、ろや熱が同じカリオン死病であることを証明した。これについては1885年ペルーの医学生が、それまでペルーの医師の間で唱えられてきた説を、自らの体を実験体として示したものであり、ペルー国内では認められたものの、アメリカのハーバード大学により否定されていた。 ヒデヨの業績はカリオンの報告を科学的に証明したもので、その製品についてハーバード大学と大変な議論を経た後に栄誉の成果が正しいとされた。このため南アメリカでの栄誉の評価は高く、同地域の更新の医学研究者への影響は大きい。他には、血清学的、ヘルペドモなどハーパートーモナズとリーシュマニアリーシュマナイアスの分類。 1926年サイエンス誌、などがある。一方で、後に否定された研究業績として挙げられるのが、病原性バイド毒スピロヘータの純粋培養と、黄熱病の研究である。急性開発髄炎、小児麻痺病原体、狂犬病病原体、黄熱病病原体等の発見特定の業績に関しても、後にウイルスが病原体であることが判明していることから、 否定されており、現代において微生物学の分野で評価できるものは全体のことのうちの一部に止まることになる。これは栄誉の研究時期においてろ過性病原体としてのウイルスの存在はすでに示唆されており、工学顕微強化で観察可能なスピロヘータの研究方法にこだったこと、培養方法などに技術的限界があったことが考えられる。また、 発表された200本に余りの論文の大部分を掲載したジャーナルオブエクスペリ e ン i ルメディシンはロックフェラー医学研究所外の研究者による査読を免れておりフレックスナーの推薦があれば掲載されるなど査読システムの不備も指摘されている前期の通り栄誉はノーベル賞に何度も推薦を受けているが秀夫自身は1926年のノーベル医学政治学賞に バクテリオファージ研究者であるフェリックス・デレイヨを推薦している。栄誉の父のサダスケは、酒好きの怠け者であり、野口家の貧困に拍車をかけた人物として、電気では批判の対象とされることが多いが、サダスケ本人は特に悪人というわけでもなく、性格的にはむしろ人好きで好印象な人物であったと言われる。後年、秀デが、 恩師や友人たちを巧妙に説得して再三にわたり、多額の負債を重ね、借金の天才とまで呼ばれたほどの栄誉の容量の差、世渡りのうまさは、良くも悪くも、サダスケから受け継いだ才能であったと言われている。ただし栄誉は、酒好き法と好きな浪費家というサダスケの欠点をも、受け継いでいるが、電気では伏せられることが多い。栄誉の母の鹿は、農作業の傍らで副業として、 三馬を営むようになる。1899年、明治32年、三馬の開業について政府による新しい免許制度が創設され、すべての三馬に免許の取得が義務付けられたとき、かは文字の読み書きができなかったが、近所の寺院の住職に頼み込んで一から読み書きを教えてもらい、国家試験に合格、正式な三馬の免許を取得し、 生涯に2000件近くの出産に貢献した。ヒデヨは渡米後、母親にアメリカの自分の住所が刻印された犯行を送っている。これは、母親が大変字が下手なことを考慮して送ったもので、ある。前期の通り、栄誉の母の歯科はもともと文字の読み書きができず、正式な産ンの免許を取得するために苦労して一から読み書きをまくだ事情がある。1912年、 明治四十五年、大正元年西家が栄誉にあてて書いた手紙が一通謙存しており、当て字の漢字、勉強を、弁強が混じったり、合図弁の表現、発音がそのまま出たりした、共通語なら、にと書く助詞を、さ、えとなる箇所を、いと書いたり、写真を、写真と書くなど文章に、筆記の苦労が伺われる内容となっている。一度の帰国は、母親からの手紙にを発しており、 帰国した折には、母親とずっと一緒にいたとも伝えられている。少年期の栄誉は家を疎ましく思い、死を覚悟するほど家を出たいと願っていた。高野川のほとりでの以下ような口論があった胸、姉の野口犬の後年の改造にある。犬、私は家を出て行くので、長男のお前が、あの家を継ぎなさい政策、俺は継ぎたくない。姉さんが向こうを取って継いでくれ。 あんな希望のない百姓の家などいらない、姉さんにくれてやる。推し問答を続け、しまいに政作は川に飛び込もうとする。政作、俺が家を継がねばならないなら死ぬ。野口秀代記念会、野口秀代少年期。秀代は、藍津若松の初世時代に洗礼を受けた日本、キリスト教団若松栄町教会で出会った六歳年下の、女学生、山内ヨネコに化粧し、 幾度も恋文を送る。しかし女学校校長経由で、教会牧師に連絡があり、出席を受ける。その後、東京の再生学者で、成居した医師の父の後を継ぐため、順天堂医院で看護婦をしながら、女医を目指す山内に再開し学友とな、頭蓋骨を贈呈している。1899年、明治32年新国に出向く直前には清掃し、 湯島に下宿する三内に会いに行き、また、新国より帰国した織には、栄、え、養、ー、と三内の名を刻んだ指輪を送っている。山内はそれを迷惑と感じたようで、下宿の主婦に依頼して、以降の面会を拒否した。その後、山内は1902年、明治35年に20歳で、医師免許を取得、医師、森川俊夫と結婚。会津若松で賛成動員を開業する。秀は、 三内のいとこである、菊池義鹿経由で、山内が結婚したことを知り、夏の夜に飛び去る星、誰か追うものぞ。君よ、快活によを送りたまえとの一文を菊池に送っている。秀代が日本に帰京した、祭の記念写真には、三内の姿がある。渡米資金を得るために婚約を交わした、斎藤増子との関係は、渡米後の栄誉の悩みの種となった。地と。 やり取りされた手紙の中で、幾度も、この件に触れており、斉藤マスコに対し、顔も、醜学がない胸の表がある。千脇は破断を進めるが、英雄は自ら破断にすることはなく、先方から破断されるよう策していた。現代と敵霊期の常識が異なり、根気を逃すことを恐れた斉藤家から、幾度も婚約履行の催促が来るのに対し、秀夫からは、 数年は研究で帰国できないと宣言する、欧州への留学資金を数千円要求するなど、ずれたやりとりが多く見られる。秀代は、貧乏育ちのためか、金銭感覚が疎く、金遣いが荒かったことが知られる。留学前に、千脇森之助からもらった当時五百円という大金を、有興で使い切ってしまった時には、千脇もさすがに呆れてしばらく言葉を失ったと言われる。それでも、 千脇は、栄誉の才能を信じて金貸しへ行き、栄誉のために、再び留学資金を準備した。このことに、栄誉は涙を流したと言われている。1922年、大正11年、千脇がアメリカを訪れたとき、栄誉は大喜びして何日間も朝から夜まで月切りで案内して回った。千脇が講演するときには、通訳を買って出て、 私の大恩人の千秋森之助先生ですと紹介し、忙しいスケジュールの中を大統領にまで合わせた。別れ際、千秋は君が若い頃はいろいろと世話をしてあげたが、今度は大変世話になった。これで、おあいこだなと言ったが、ええー、よは、私はアメリカに長く生活してきましたが、人の恩を忘れるようなことは、決してしません。どうか昔のように、政策と呼び捨ててください。 その方が私にとってどんなにありがたいか知れませんと言葉を返した。フレクスナーに渡した履歴書には1893年明治26年5月に東京医科大学に入学し3年で卒業とあり、ロックフェラー医学研究所の公式記録にもその旨が記載されている。実際には1893年明治26年には合津若松で書生をしており、 その後も、医術開業試験予備校である、再生学者にも、わずか数ヶ月しか通っていない。また、アメリカで出した初論文から一貫して、医学博士であることを明示していたが、日本には、当時医学博士は、数十人程度しかおらず、学歴詐称、肩書詐称の状態であった、最も再生学者当時、東京専門学校再生学者と称しており、 医師免許取得と共に卒業を認定したので、東京専門学校再生学者の卒業生であること自体は事実である。ただし半年で卒業しているので3年も在籍はしていない。また MD は医師免許と同義語であり、医学博士 PhD とは異なる。現在でも日本の医師は医学士 BMBS であっても、米国では MD と称してい。1927年。 昭和2年に友人の堀一郎がアメリカの新聞記者に取材を受けた際に苦学生で会ったことを説明するために栄誉が大学を卒業していないことを語ったところ憤慨し電報で取り消しを求めた。秀代がロックフェラー研究所に勤めていた頃日本からの留学生と一緒に住んでいた時期がある。一年ほどの月日が経ったある日の夜栄誉は留学生に 君もここへ来てからいろいろと勉強したことだう。そろそろ論文を発表したらどうだいと進めたが、英語がつたないためかけないと拒まれてしまう。すると、それならば、君が日本語で話したことを僕が英文に直してあげようと言って共同で執筆することにした。完成後、栄誉はすぐにポストへ出してきなさいと申告したが、 留学生は、さすがにもう遅いから、明日にしましょうと言いした。これに対して、栄、え、誉、ー、は、それではダメだ。今すぐ入れてきなさい。君と同じ研究を誰かがやっているかもしれないんだ。もし1日でも発表が遅れたら、君の発表じゃなくなってしまう。すべてが無駄になるんだと強く言い聞かせた。留学生は強く感銘を受け、暗い夜道を走って、論文を提出し、無事に帰国したという。 ニューヨークでの将棋の相手は、絵の詩でもある写真家の堀一郎であり、以後の相手は、長査家の河村小僧が当たった。野口さんが勝ち出すと、堀くんが待ったをかけ、三手、詩でも遡って最後に、堀くんが勝つまで待ったをする。二回戦は、野口さんが勝つ。それで一勝一敗で夜遅くなり、その翌晩に対戦する。これが幾番も、幾年も続いたと、村小が、 野口秀夫と堀一郎の将棋の様子を野口博士との思い出で綴っている。1904年、明治37年、秀夫が24歳の時に、作家の星新一の父である事業家星一の計らいで、アメリカフィラデルフィアに滞在していた前総理大臣、伊藤博文の宿舎を訪ね、1時間ほど観覧を行っている。後に、 お互いが千円紙幣の肖像に採用されることになる。台湾医学会の重鎮であった、とと明が、京都大学の学生時代、ニューヨーク、ロックフェラー研究所にいる、栄誉を訪ねた。研究所の食堂で栄誉と森が日本語で、観談していると、食堂内に、米国人が入ってきた。その途端、栄誉はさっと会話を日本語から英語に切り替えたという。 ととしあきは、これが、真の国際マナーであり、国際人というものかと感嘆した、と、自らの書で、野口秀世について語っている、中国名列伝、中高新章。生太郎、岩吉イコールイコール善之助、渡辺氏イコールイコール貞助、小宮山氏、制作、秀代。このほか、児童向けの伝記や、学習漫画などにも取り上げられている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。